な家主に追求したところ、あの家はなんと城あり物件だったんです。実は城ありに侵された家屋は柱の内側がスカスカになり、火事の際非常に燃えやすくなるのだ。しかもあなたはそれを事前に知っていたのに買ったそうじゃないですか。あなたは最初に会った時自分の夢を語っていましたね。余生は田舎で年金暮らしだと。でもあなたは全く逆のことを考えていたんです。田舎暮らしの舞台となるはずの家を使って8000万という法外な年金を得ようとね。あなたはとても頭のいい人だ。でもとても悪い人だ。火災鑑定に中山によって暴かれた自作自演の火災。当然放火犯に保険金が支払われることはなかった。なるほど。大先生いかがでしたか。中山さんの本当にかっこよかったですね。そうなんです。俳優さんみたいでしたね。もう中のプロなんですよね。またそれいい感じ引き立てた鈴木くんね。いい仕事してますね。いい仕事ねしました。頑張って。あれでも日数が燃えるなんてさ、男子はでも中学生の頃に期日の授業とかで日数使うじゃない。習った？習ってないです。習ってないよね。先生から言われたこともないですよ。ニスをタオルなどで拭き取った場合、製品によって水に浸すとか、よく乾かすなど使用上の注意を確認して適切な処理をお願いいたします。安全と。そうですね、安全に。悪を成敗する G メンシリーズ、続いては証拠調査士平塚俊樹。証拠調査士とは無実の罪を捨てられた被害者や弱みに受け込まれた人たちの味方。時には弁護士や探偵などと連携を取りながら裁判で有効になる多くの物的証拠を拾い集める、事件解決へと導くプロフェッショナルなのだ。今回立ち向かう事件、騒音やゴミ屋敷ではない、近年多発する新たな住居トラブル、その名も住居乗っ取り。いろんな人を雇ったり、いろんな人に話をつけたりして、そこの物件に対して、
Disasters, not just